はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。権現です。とそれでは大航海時代の実況の続きをしていこうと思います。と前回ここね、モザンビクまではるばると航海してきたんですけれども、今回はさらにね、北に向かって航海をねしていこうかなって思ってます。結構ね、アフリカ大陸も広いんで、広いっていうかね、まあ大きいんで、どの辺まで行けるかっていうのはちょっとね、わかんないって言えばわかんないんですけれども、と、まあいろいろね、港をこういった形で発見しながら、やっていこうかなと。進まないわけですね。モンパザ、ここもちょっと寄ってみましょう。ここはなんか売ってますかね。ないかな。まあ、この辺のね、何にもというか、どこも手をつけてない港を同盟港にねしてってもいいんですけれども、ちょっとね、資金も残り25,000枚。おっと、水晶なんて売ってますね。これはぜひ買っていきたいですね。で、約10,000。で、あと売れるものは、特にないですよね。あと木材ぐらいですもんね。そっか。そしたら、30日以上はいけますかね。あ、全然余裕ですね。さらにね、北を目指して、ま、帰りのことも考えないといけないんで、なかなかね、難しいんですけれども、か、もうちょっと武器を積んでくればよかったんですけれども、結構急ぎ足で準備しちゃったもんですから、ちょっと中近東まではいけないかな今回は、と思ったら、もうここはアフリカの北になりましたね。ポルトガル商船隊、ずいぶんいい船乗ってますね彼。誰かはわからない。海賊、違うかな、ちょっと怖いですね。ここら辺もよく海賊が出没するんで、ここいわゆる今でいうソマリア沖なんでね。うわー強い。オールガレオンですね。私もね、そろそろガレオン買いたいんですけどね。
今何日目でしょうか。9日怖い。ちょっと監視しましょうか。さっきのポルトガルですよね。ちょっと話しかけるのは怖いですね。これうわぁ、すごい量の船ですね。この辺をちょっとぐるっと回ってみましょうかね。なかなか港がない。何もない。あ、港がありますね。ここは？メッカ来ましたね。ここはイスラム文化圏なんでしょうかね。ちょっと怖いんですけれども、寄りましょう。じゃあね、港の情報を。なんかポルトガルが介入してますね。で、あと、まあ、イスラムですね、やっぱり。そしたらば、ちょっとね、ギルドに顔を出しましょうか。購入。あ、この辺欲しいですね。2万7000。とてもとても買えません。じゃあね、交易所に寄ってみましょう。絨毯、あ、ありますね。これがね、あのヨーロッパに持ち込むと結構いい値段で売れますので、まずはね、補給をしましょうか。これで1500。あんまり積めないですね。ここはまあか。100だから72か。これで40日ぐらいでしたっけ。商品なんか売れないですかね。お金がないんでね。あ、水晶はなんか意外にいい値段で売れますけれども、ちょっとね、金を10タルばかり売って、じゃあ絨毯をね買っ
ていきましょうか。美術品も安いですね、随分。100で6700、このくらいでいいでしょう。そしたらば、おっとお姉さんいますね、ファティマさん。ナポリであなたを探している人がいるそうよ。久々のお仕事ですね。ファティマ。ウィンクしてますけど。仲間はいないですね、やっぱり。そしたらば、まあ無事にね、無事にっていうか、メッカまで来れたので戻りましょう。本当はもう少しね、あの東まで行きたかったんですけれども、やめましょう今回は。結構この辺もちょっと船の進みが、かなり北向きの風と潮ですね。なかなかね、あの船の進みが思ったよりも遅いので、ちょっと流されますね。港を発見。ここはダマスカス？あ、違いますね。アデンですね。もういきなりお店寄っちゃいましょう。なんか売ってますか？水晶。水晶はまあ積んでますのでね、やめましょう。ちょっとお酒を飲んで、まあ地中海にね戻る頃にはおそらくナポリにはこのね依頼主さんはいないとは思うんですけれども、そういえば港の情報もね見ないと。まあ、ここもねさっきのメッカと似たような感じで、まあポルトガルとねイスラムがまあしのぎを削ってるっていう状況でしょうか。34日、どの辺まで帰れますかね。できればまあモザンビケあたりまで戻りたいなぁと思ってるんですけれども、まあ何があるかわかんないんでね。おっとなんかいますね。この辺はもう非常に船の往来が激しいですね。
誰の船かはちょっと分かんないですね。あ、こっちじゃない。そう、このオスフードがね、なぜか航海士というか軍師的なポジションにいるんですが、オスワルドをねちょっとお別れしようかなって思ってるんですね。あんまりね、なんて言うんでしょう、グラフィックでね選ぶのもよろしくないんですけど、個人的にあんまりね好きなタイプではないというか、まあなんて言うんでしょうかね、ちょっとなんか腹に一物抱えてそうなね顔つきなんで、あんまりね、まあ勇ましい顔といえば勇ましいんですけど、イスラム小戦隊、ああこれはちょっと恐ろしい、これはもう遠巻きに逃げましょう。追ってこないですよね。あれ、ここがどこでしたっけ。あ、ここはもうモザンビクですね。今12日で34日行けるから、あ、意外に行けますね。一気にじゃあケープタウンまで行っちゃいましょうかね。この辺は潮の流れが若干北向き、まあ、公開レベルをね上げるためにもちょっとね冒険といいますか、長い航海をねしていきましょう。と思ったけれどもちょっとやばいかな。ま、あるね一隻の船の水と食料がなくなっても他のね船に積んであればスイフとかがね減ることはないんですけれども、流されてますね。頑張れ。よし、結構ギリギリでしたね。で、もうここはね、補給口なんで、お金が今、1万4000か。結構厳しいかな。68。
と厳しいですね、お金。82と、これで40日いけますんで、どの辺までいけますかね。サンジュルジェ、まあ、いけるところまでね行きましょう。やっぱりあとこの辺は暴風雨がね怖いですね。そういえば前回のパートと今回のパート、まあアフリカの旅をしてるんですけれども、一度もね、暴風に合わないですね。まあ、いいことです。北向きの方がいいかな。やっぱり外洋に出る際は四角方に変えた方がいいかもしれないですね。ちょっと日数がかかりすぎますね。この辺で東に進路をとって、ちょっと北行きましょうか。何にもね、目標物がないところを今進んでますんで、ちょっとね、ご覧いただいてる方にとっては退屈なねシーンかもしれないですけれどもまあこういうゲームなんでまたなんかいますね。イダルゴ提督、まあほっときましょう。イダルゴ提督っていうのもなんか以前どっかで見た気がしますね。今が24日16日分、じゃあ一気にね地中海まで出ちゃいましょう。確かナポリだったと思うんですけれども、
さすがにね、こんだけ長い航海をしてると依頼主さんがね、変わってしまう可能性が非常に高いですね。で、ここが非常に危険な海域ですね。さあ、頑張れ。もうちょいで地中海。ふう。と、まあ地中海じゃないですけど、まだこのね、音楽に変わるとまあちょっと一安心というところでしょうか。まあ機関の水と食料がなくなってしまいましたが、このままねナポリにちょっとね行ってみましょうか。あと8日。ギリギリですね。で、お金もね、あんまりないんですけれども、アフリカ大陸でね、仕入れてきた商品がいろいろありますので、今 金と木材と象牙と水晶と絨毯、いろいろね、まあ、ちょっとずつですけど積んでますんで、あ、ここピサでしたっけ、あ、こちら、いや、ナポリですね。おーっと、いろいろ資材が尽きてきましたね。いますかね。固まってますね。ではちょっとお酒をいただきましょうかね。ここの交易所ってまだあれ、なんか変わってる可能性大ですね。そしたらば、じゃあ交易所にちょっと行ってみましょうか。あ、やっぱ変わっちゃってますね。情報、オスロ。あー、なんか随分遠くなっちゃいましたね。オスロですか。またオスロですね。またっていうか、以前ね、私の動画をご覧になった方は、ご存知かと思うんですが、私、オスロでね、いろいろやらかしちゃったもんですから、あそこのね、港はいろいろ事件がね、発生したところなんですけれども、そしたらね、今回は、この辺で終了したいと思います。で、次回ですね、まあ、オスロまで行ってみて、まあ、依頼がね、あることを祈ってやっていこうかなと思います。はい。それではね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、今回ね、アフリカからぐるっとね、地中海まで戻ってきて、なんとかねやっていけましたので、まあ、これからもね頑張って大航海時代ねやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは権現でした。